はい、皆さんこんにちは、ワンダルグルフジです。では今回はアーツオーバイオンを現代元中国軍プレの続きをやっていきたいと思います。前回ですね、韓国とロシアが開戦、まあ、北朝鮮はね、韓国が飲み込んで朝鮮が統一された状態にはなったんですけども、ここに介入しようとしたところですね、韓国側にアメリカ軍がついてひどいしっぺ返しを食らったということになりました。で、あの後ですね、巻き返しを図ったんですけども、アメリカ軍やっぱり強くてですね、一度仕込まれるともう、なかなか巻き返しが効かないという状況になってしまったので、禁じてタイムリープを行っています。で、今回はですね、おそらくまたロシアと韓国開戦すると思うんですけど、これ一旦様子見をします。で、もし韓国がウラジオストクを越えて、ロシア領奥深く進むようであれば、戦線が伸びきったところで開戦を行って朝鮮半島を一気にね、制圧していくというプランニングに変えていきます。では時間を進めていきます。本当にね、アメリカ軍強しという状態だったので、これはやっぱりちゃんと警戒をしておかなければいけないなという大きな反省点ですね。まあ一方ですね、ギリシャの戦いもやり直しになってるんですけど、こっちの方は順調にアメリカ軍を追い詰めてます。まあ言ってもアメリカ軍がね、そのこのギリシャの方では補給に苦しんでいるという状況なので、まあ、この状況下であれば、ギリシャとアメリカ軍、これを一気に制圧できるんですけど、韓国、北朝鮮、統一された朝鮮半島を基盤に使われるとですね、アメリカ軍やっぱり強くて厳しかったですね。もう早速これは開戦してますね、北朝鮮と韓国は。この状態であればもう、北朝鮮はね、ロシアと同じ陣営にいるので、必然的にロシアと韓国も開戦したという状態になっていると思います。韓国はアメリカから独立保証を受けてるんだよね。この状態で開戦するのは確かにリスキーでしたね。まあ韓国が押し込むのであれば、戦線が伸びきったところでソウルを陥落させる。もしね、ロシアが韓国を飲み込むようであれば、ロシアに対して再びね、すり寄っておきましょう。アメリカを倒す上ではロシアの力は欲しいですからね。で、こっちの方は順調に推移してますね。このまま一気に制圧していきます。で、国境には一応ですね、軍を展開しておいて、まあ、韓国がいきなり我々に戦線を仕掛けてくるということはないと思うんですが、念には念をというところですね。では、このまま時間を進めていきます。はい。ご覧のようにですね、韓国がウラジオストクを越えて、退去してロシア領に侵攻している状態です。ただ、もう少し戦線は伸ばしてですね、ここぞというタイミングを待ちたいと思いますので、まあ、少なくともこの遠征一軍が戻ってくるのは待ちたいと思います。あんまりもたもたしてるとね、とはいえ、状況が厳しくなるということもあり得るんで、まあ、注意しながらですね、戦線復帰するタイミングは、注意払っておきましょう。ロシア軍も今慌ててウラジオストク方面に軍を送ってるようなので、膠着状態になったところが、叩くチャンスになるかなと。いうふうに思っています。ここは本当に心配なところですね。やられた経緯がありますからね。ギリシャの方が早く片がつけば、その分早く、15師団引き抜けるんで、そこまでは耐えましょう。そうだな、これ見る限り、ロシア軍の軍の数が少なすぎて、どうにもこうにもっていう状態だと思うんですけど、アメリカ軍がまだ来てないんですよね。なので、追加15師団
到着したら、第1遠征軍が今、これ見るとタイ沖まで来てますね。ベトナム沖まで来てるので、戻ってきたら宣戦布告しましょう。で、遠征2軍と遠征3軍ですが、このうち遠征、そうだな、2軍は戻しましょう。テッサロニキから中国本土に戻します。で、遠征3軍はしばらくここで駐屯してもらいます。まだ、ギリシャを潰して、まあ、間もないというのもありますからね。これで行きましょう。遠征2軍が戻ってくるのを待つとロシアが食われる可能性があるので、そこまではちょっと待てないかなっていう状況ですね。いや、ロシアも不甲斐ない。アメリカ軍がいるようには見えないですけどね。展開している軍の数はただ、中国との国境付近はね、だいぶ少なくなってますね。前回の戦いに比べると。では、このまま遠征1軍が帰ってくるのを待ちましょう。はい。ではですね、軍の展開完了していて、かつ、ついに、ロシアが、韓国と本格的な戦いになっていますので、ここに介入してですね、ウラジオストクを中国領に組み込みましょう。では、韓国に宣戦布告。これイコールアメリカ軍との戦いになるので、前回と同じ鉄は絶対に踏みたくない。まあそういう状況を見てですね、まず、空軍の展開ですが、ご覧のように、黄海、日本海、そして朝鮮半島上空の制空権は取ってます。で、艦隊も今向かわせています。この状態で宣戦布告を行っていきます。で、まずはその準備段階として宣戦布告の準備、正当化を行っていきましょう。これもうすぐに終わります。で、艦隊ですね。艦隊も戻しましょう。これで韓国と一気にね、雌雄を決すると。まあ、韓国がここまで大きくなるとね、もう放っておけないですからね。まあ、ロシア軍が不甲斐ないなぁというのが、まあ、印象としては大きいですけど、これは領土を広げるビッグチャンス到来という状況だと思うので、頑張っていきましょう。では宣戦布告、できるところまで時間を進めていきます。はい。では、韓国に宣戦布告可能な状態になりましたので、宣戦布告します。もう失敗は許されない。2回目のタイムリープはない。まあそういう状態ですね。まずはアメリカ軍がやってくる前に一気にね、叩いていきましょう。各拠点で。まあこれを見ると、緑と赤。緑がね、優勢。赤が不利という状態ですね。一進一退と。いう状態かと思います。もう世界大戦に完全に発展しましたね。あとは事態を有利に進めていきたい、その一心です。ちょっと厳しい戦いになっているところがあればフォローをしていきましょう。空いている軍はね、とはいえ多くはないので、まあ、ピンポイントでね、まあ、使っていくしかないかなとは思いますが、まあ、それでも、ピンポイントピンポイントで潰しにかかりましょう。時間かけてるとね、アメリカ軍がやってきちゃうので、まあ、時間をかけずにですね、ここは制圧戦を進めていきたいなというふうに思ってます。ではちょっと本土防衛軍から引き抜きを行いましょう。アメリカ軍がやってくる前に決着をつけなきゃいけないですからね。ちょっと急いで攻略を進めていきたいところではありますが、少し苦戦。まあ、壊滅できるところがあればさっさと壊滅させて、
包囲できるところは包囲していくという形をとっていきたいと思います。包囲できる状態を作っていくっていうのがね、一番重要ですからね。で、本土防衛軍、この一部をですね、韓国領侵攻作戦に割り当てています。まあ、本土防衛が少し手薄になりますが、ここは、今は一刻も早く、アメリカ軍がね、本格的に陸軍を導入してくる前に、韓国をすり減らしておくという状況をね、作っておきたいという狙いです。少し一進一退になってしまってるんで、本当に急がないとね、アメリカ軍がまだやってくるという状況にもなりかねないので、注意をしましょう。制空権は取れてるものの、制海権が取れてないな。至る所で海戦が起きている。アメリカ軍の艦隊が現れるようだと、要注意というふうに思ってます。今のところ、まあ、ここでもね、敵の、まあ、攻撃機、あとはライトジェット。まあ、これも、戦艦のマーク出てますけど、相手は、航空機ですね。味方の方が艦隊戦力失ってます。いや、みんな不可侵条約だな。ここはさ、不可侵条約じゃなくて、みんな、我々の陣営に、入ってほしいですよね。さあ、突き抜けてしまえば一気に有利に進められるかな。ロシア軍もここに来てようやく展開が整ってきて、反撃態勢が整いつつあるという状態ですからね。ただ韓国軍もむちゃくちゃここに軍展開してきてんな。これは、泥沼化する予感しかない。同じ展開になるかもしれない、結果的に。ただ、これ以上軍を用意できない状態なので、今、遠征の、ちょっと待ってくださいね。アフリン条約が、出てますね。確認しておきましょう。大韓民国、これ、降伏してるね。でかい。なんでこういう状態になったのかわからないですけど、なんでだろうね。一進一退の状況だったと思うんですけど、非常にでかいな。これ、朝鮮半島はもらいましょう。まずは北朝鮮。傀儡じゃない。政治テイストの犯行ではない。すべての種の割譲だ。すべての州の割譲が無理なら、平壌。これも無理か。では、ちょっと調整をしていきます。はい。中国は4州得ましたね。まあ、主に北朝鮮というところを獲得してます。で、ロシアは、窮地を回復したと。給料回復という状態ですね。さっきの戦争は何だったんだろうっていう感じがしますけど、これを見ると完全に中国が北朝鮮を飲み込んだというだけですね。韓国が元の領地に収まったというところなんで、これ韓国がですね、だいぶ政治体制も含め、まあ、衰退という言い方はちょっと別ですけど、少なくともアメリカ陣営ではなく、ロシア陣営に組み込まれたという状況です。では、陣営マップ確認しましょう。ご覧のような感じですね。CSTO、つまりロシアの陣営。で、あとは上海ですね。これはアメリカで、中国です。で、今やもうアメリカは、このアジア先制防衛条約機構になってますけど、残ってるのはここだけです。で、戦争の状況はご覧のような感じですね。アメリカ以外のアジア先制防衛条約機構は壊滅してます。
で、セントルシア協約ですね。ここがまだ残ってる状態ですが、まあ、CSTO がこちらの陣営に結果的についている状態なので、このままですね、一旦アジアの併合が完了したので、次の戦いに備えておきたいというふうに思います。では、今回はここまでにさせていただいてですね、次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。